いきなり F 音、シャイニングを思わせるシャワールームからの技術ということで、カミコボゴッドです。ミキタムです。はい、というわけで、ね、ヤバタニエンの3作品目、ヤバタニエン3やっていきたいと思います。はい、早速ぐらい、屋敷を探索して脱出してください。操作説明を読みますか。一応読んどこか。エルスティックでカーソル移動、ほんほんほん。で、カーソルを調べたいものに合わせてから A で調べる、拾う、動かす、移動する、アイテムを使う。アイテムの選択 ZL と L。 間違ったアイテムを使用しても何も起こりません。アイテムの所持は4つまで。一部のアイテムは元の場所に置くことができます。三角、赤三角は方向ボタンに対応しています。プラスでメニューが開きます。移動や特定の行動でステップが増加していきます。ステップが増加することで周囲の状況が変化します。あー、間に合わんくなる女がおるのね。特定の場所でヒントを表示することができます。ステップを押すと10ステップ前に戻ることができます。セーブロード、ゲームの設定はこちらから。あなたの行動次第でエンディングは分岐します。はい、というわけで、まあ早速選んでいきたいんだけど、どこ押す？まあ一旦外側から攻めていきましょうか。ああ、なるほどね。周囲を見渡そうと。あ、じゃあせっかくだから俺は左を選ぶぜ。あと俺は音声が全く聞こえないんで、まあその辺は頑張ってやってくれ。マジで？うん。あ、螺旋階段みたいなのがあんね。おお、登ったら、なんやこれ。登れんのか。途切れてね。途切れてるし。階段途切れてるから上行けねえかと思ったけど。あ、ぐるぐるって多分巻いてるんやろ。階段。見え方が悪いんか。見え方ってか。この、赤い装置、これ何かな。ヤバタニエンってこう、こっち側の好奇心から来る行動でバッドエンドが起こったりするからさ。まあゴッドさんは1作品目も2作品目もみんな殺してきたんでね。いや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 、一人の悪いことを言わないでくれよ。1,2と一緒にやってたエンペラーさんまで殺してしまって、もうここに参加できなくなってしまったから。あいつ呼べば来るんじゃね。まあ一応階段のとこはクリックしてもなんもないね。お、それ階段なんか。いや、まあなんかこの穴。まあ一回戻りまして、他の、さらに左行くか。このマークなんだよな。まあ、さらに、まあ、お、地下に続くであろう扉が。これは一人捕まってますわ。なるほど。ただ今は厳重にやってるか開くことがないね。え、ちょ、このゲーム音楽なかったっけ。何も聞こえない。え、いや音楽なかったっけこのゲームって。移動音とかあるでしょ。いや SE やんけ。効果音じゃなくて BGM 的な。 BGM はない。え、 SE はあんの。これあれ、ステップ戻すか。いや、まあいいんちゃう、1回目やし。いや、無駄にステップ重ねた気がするが、観察に関してはステップ戻さね。多分。まあ、どっちにしろ全員死ぬんだから、最初は。お前、なんてこと言うね。そんなことねえよ。はあ、ああ、はい。何、何、何か言おうとした？いや、いや、いいよ。そのまま右。もうちょっと右に進むか。お、なんかの電子回路かなんかがあるね、これ。お、外そう。
外してええのか。あ、でも触ってもなんもないわ。じゃあ右に行こうか。おお、そうやな。これカーソルがすぐ消えるのがめんどくさい。え、なんか黄色のものがこぼれてるね。タンスかけすぎましたわ。あー、なるほど。先にこっち行ってたらこぼれてなかったんではないかと。そう。あ、じゃあ Y で戻るかい。お、10ターン戻れるって言ってたから。あれ、11にならんと1に戻らんやろ、そういうことや。なるほど。お、戻りました。あ、結局4ターンでもこぼれてるやん、これ。そらそうやろ。何こいつ。お前が遅すぎたんや、言うたから。こっちとら。別にケーブルはこう上に伸びていってますね。はい、じゃあ右、右に行って、これで外周が全部分かると。なんか封鎖されてるね。これはまあ最後脱出するんでしょ、みんなで。ああ、なるほど。封鎖をどけとかないと、みたいな。いや、車でつけるんちゃう。あ、これぶっ壊して。おう。なるほどね。じゃあ、入ってく流れでいいかな。はい。うん。え、ここも開かへんわ。じゃあ上しかないわ。これなんか嫌なんよな。え、何やと思うこれ、そもそも。いや、入ってみたら分かる。おお、なんてそういう。なんぼこう、あ、単なる入り口や。はあ、ちょっとなんかいろいろ思い出してきたな、これ。一旦右行きましょう。うわ、なんかな、もう、グロそう。はい、ポンポンと行けよ。はい。ん？これ何？橋があるね。下に落ちる感じやけど、この真ん中のこれ何やと？まあ、下行ってみればわかるっていうことや。あ、じゃあとりあえず右行く？うん。あー、なんか嫌な仕掛けがあるな。これ何？ドア入りましょう。どうしようかないな。まず探索か。お、お、なんか取れそうなやつがあるね。な、今の落としてよかったんかな。なんかどけるだけのつもりやってみて、こうポーンって落ちたよな。人下におらんよな。これだからゴッドはな。で、これなんて読むの？アガツマの儚かりみたいな、え、ない、ど、で、A の読み方は。わからん。まあ、鍵やね。じゃあ、上しかないか。上でも端っこ壊れてんのよな。なんかこのアガツマの儚かりで、1階のどっちかの扉から入れるんじゃね？え、一旦上行けよ、上。どうやって？無理？多分はしごが壊れてるか無理ないと思う。じゃあ戻りましょうか。はい。はあ、何もない。何もない。この辺触っても何もない？触る？そこそこ。何もない。上行こう、上まず。このテーブルなんやろ。ほら、なんか。上からなんか落ちてくるやろ。上か、上行くか。え、なにこれ。一旦左かな。左。なあ、なあ、嫌な記憶しかない。おい、
まあ、ロープ切るアイテムがいると。気持ち悪くなってきた。早く助けてあげないと、多分、動いてんで。単性かな、これ。じゃない。でも多分今回してもまっすぐ進んでぶっ刺さるだけやもんな。一回戻って、もう一回入ってみ。いや、やめよう、そういうのはよくない。無駄にステップ稼ぐのはよくないよ。ちゃうかもしれへん。いやいやいや、バットしかないやん、それは。じゃあまあ、右行きや、右。ずっと右行こうか。てかさ、2の話していい？ちょっとだけ。2ってさ、確かさ、顔に色が、あ、これ、助けたら顔に色がついて、死んだらバッテンになってたはずやね。だからまだ誰も死んではない。いや、20ターンで死なんでしょ、まだ。さすがに。エンペラー呼んできてくれよ。あ、行け、右右。もう一個右。壺に囚われてる。まあ、助けれるんちゃう。触ったら。悪何かがいるんじゃね。殴ったら割れるやん。割ると、あ、反応せへんわ。で、この鍵を選んでる状態で、ここ入れるか。入られへんか。じゃあ真ん中の扉くれ。ガードキーやしな。カードキーやねんな。え、どこのでもない。右行ってみようぜ、右。あー、こっちだ、花瓶。お？あ、なんかの培養液やったってこと？めっ触っちゃ。たらなんか。あ、登れる。あ、これ上登れんじゃん、さらに。お、あ、さっきの女の子がおったところの、あの、壺の女の子がおったところの窓まやだん。上。もうちょっと上行くか。お、あ、コクちゃん。開くか。何マシンやと思います？なんか、2で転送装置みたいになかったっけ？ 超未来。確かになんか、今回メカ多いな。ミスったら別のとこに転送されて死亡っていうね。じゃあ、タッチして何もなさそうやったら、左に。タッチして何もなかったが、階段ではないんか。どけれるんちゃう？これな、さっきからやってて思ってんけど、タッチできるとこってカーソルがこうピタって止まるわ。だからちょっとまあそれで判断して。これさ、この分からんねんけど、左の扉開けるやん。聞いてる？そしたらコードつながってるから、それが連動して上の歯車回って、その歯車に連動してチェーンがくるくる回って、この刀で、刀っていうかなんか刃物で女の子一刀両断されんじゃねっていう推理やけど、この吾妻の墓中でやるやん。もしかしたらここ刺せんじゃね。させるよ、多分。させてみ。お願いします、お願いします、無事で。
お顔面やばくない？顔面やばいっすかね今、聞こえた？え？あ、そうだ、聞こえへんのが。助けたら、顔面やばくないって言った。助けます。救えたよ、俺は。おまあでも、そもそもここに来るのに、赤妻の墓中に取るルートじゃないと無理やもんな。じゃ起動してたら。いや、まあ、取らんでもいけるやん。あ、まあ、花瓶落として、あえて拾わんで。みんなバカおらんやろ。じゃあちょっと起動しますよこれ。はい。待って。何も動かんかった。いや、これ下に降りて助かったけどさ、何も連動してないよな下のあれと。まあいいや。妻の墓中にあってよかったゾッとした今ゆっくり行くんかなって思ったより容赦くブンブンって。なんか最終相手はないですか？ないですね。じゃあ左。はい、これで下に降りれるっていうだけじゃん。ああ、エレベーターみたいな。上行けんちゃん。上あ、お前、じゃあちょっと上行ってみる。下は多分あれやろ、あの、まあ、入ってた赤いとこ。あ、なんか間にあったな早かった。ここ当てる？まあ、それしかないやろ。未来的誰もおらんけど誰もおらんけど鍵が必要なんかな。うん、何もないやったら右に行きましょう。いや、あ、さっきのその階段でも何でもなかった踊り場ってあそこに降りるためのやつじゃね。ただロックされてるから。いや、右のんで無理。ちょっと待って、ああちょっと待ってな。ロックされてんのかこれ。ちょっと待ってな。なんかこのトロッコあるやん。うん。これの先に女の子おってさ。じゃあ見たらいいやん。粘土でぶっ飛ばせたらあれか、先に見とこ。あ、なんもない。なんもないけど、勢いで吹っ飛んで、右側に。あ、なんか、高枝切りバサミが。刺さってる。あー、これで左下のあの縄で縛られとった子を助けれるんじゃ。なるほど。このゴム玉でこの下何もなかったよ。誰もおらんかったよな。うん。でこのゴム玉を当てる。なんで戻ってん？この吾妻の墓中にがあればこの子助かると思うんですよ。顔面やばくない？助けて。でこれ解除して。見なかったことにしてるんですか？ふわいって。そらね、壺に入ってる人がいたやろ。なるほどね。で、これだけ、あの子か。じゃあ、ちょっとこれ触ってみようか。はい。あ、で、上げ落としてもロックされてるからダメです。で、ここの鍵がいります。で、赤田さん。鍵いんの？でもこれが鍵やと思う。赤いの押すと。押しても無理なんか。お、ちょっと待って。お、赤いのさ、え、止まるよな。トロッコ。あ、止まった止まった。え、これは、はい、何？え、正面入り口やろ。一体の。赤
カードキーか。なるほど。で階段下ろせ、階段。え、でもこれ多分ロックかかってるから。ああ、無理だ。このカードキーを通せば。ああ、入った。え、これどこまで取る？いった。いや、まだいける。OK。じゃあ、開ける。うん、あー、2階のあの、なんか橋っていうか、あれのとこにあった装置か。で、このコード多分あの、お、いいんじゃないですか。やって大丈夫ってこれ。え、じゃあ一旦2階の言ってたとこ行く？あの、一旦戻って。ここの真上であろうところ。一旦戻って、右。右？右。ああ、そうか、右側でも行けんのか。ああ、取れるんちゃう、それ。もう、今。ああ。なんかアクションしないと、ステップの、あれは軌道、性変説。どっちからの？いや、まだもう一個。え、違う。え、なんでこの子死んだ？はぁ、ゴッド。まあ、仕方ないよ。じゃあ、一旦ハシのとこだけ見ようか。じゃあ、どうせ助からんでも、もう無理なんや。あれ？あぁ、そういうことね。どういうこと？3階部分が2階に行って、2階部分が1階に行ったんじゃない？あー、まるまるワンフロアなくなったってこと？うん。助かるやんじゃん。上行ってみたら、一番上の階行ってみたら、なんか 5階かが4階に行って、見れなかった部分が出てきてんじゃない？その回も行ってないことになってんのか。まあ一回行ってみたらいいんじゃん。いや、ここは変わらんか。あ、いや、右、もう一個右。もう一個右。これは、ああ、逆にこれ上がれるようになってる。いや、ここ見てないか。トロッコの取り入れ方こんなんじゃなかったよな。いや、変わったやろ。知らんフロアか。左行く？行ってみる？いや、知らんフロアではないよ。あ、知らんフロアや。知らんフロアか。こんなんなかった。バッテリー。あ、ちょ、これ、よくないな、なんか多分。いや、大丈夫。大丈夫じゃないって。いや、ただ出っ張っとったとこやん、それ。押しても。いや、押すでじゃあ。うん。死んだら戻すからな。動かんやろ、どうせ。あ、なんもないわ。じゃあ、メリ側行くで。中なんかあるやつか、これ。でもなんかクリックできるとこが、あ、これか、これ自体クリック。お、え、全部上げれん。下がったもう一段下げれるんちゃう。超イニシエの鍵なんじゃね、これ。でもこれノーヒントでいけるやつか。まあ、カズさえやればね。いや、なんかヒントがあるやつなんじゃない？知らんけど。
まあ、どっかにあるでしょ。なんか一旦探そう。右行くで。うん。これはね、バッテリー置くやつっすよ。違うよ、違うよ。バッテリー。なんか知らんけど、超熱線かなんか出て死ぬよ、この子。いや、バッテリー置いたら外れるから、金の詰め物。いけるんすよ。金の、いや、バッテリー置いたら、後ろのこのオレンジの網網が起動してさ、ブオーンとかなんか、オーブンかなんかみたいになって、この子焼け死ぬよ、きっと。いや。言っとくし、俺バッと見る気ないからな。あからさまのバッと見る気ないからな。他の人のとこ行ってくれ、それやったら。で、この金の詰め物さ、下な、虫歯よってこと？歯ごと抜いてない？どう思う、キングダム？歯ごと行ってない、これ。いやいやいや、行ってないよな。さすが想像力すごいよ。一旦戻ってさらに上行こうか。ああ、はい。一旦下って右側行ってないよな。ああ、いや。ハサミあるとこやろ。じゃあ、ワープ装置の方か。ここの上が変わってるんだ。ああ、なんか出っ張ってたな。ドリル動かしても何もないね、多分。俺が死ぬんじゃねっていう。いや、しないよ。死なんでしょ。金の詰め物はまりませんか？はまるんちゃう？はまった。あ、で、これでバッテリー置いたらどうなる？鍵できるやろ。ああ、なるほど。金の詰め物を鍵に変えてくれる装置。バッテリーつないだけど。どっか押せ。1個しかこの下のさ、3つあるやつがさ、1個左しか側押せるんちゃう？あ、これ？できましたよ。やったぜ。吾妻の金鍵。吾妻の何鍵っていうのが。バッテリー外した方がいいぞ。確かに。あ、でもバッテリー多分これ減ってんな。青から赤になって。まあ一応回収はね、右。行くで。これもバッテリーじゃね？あ、取られへんのか、バッテリーが。右行くで。ハサミ。え？ハサミか。で、これやったらさっき、あーってなったから。や、動いてるからいけんじゃね？いや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 。そんなことね。この階段からどこ行くっけ？この階段？普通の階段か。その人が死んでるやんけ。お前のハサミじゃなくても死んでるってことや。だから、ハサミ落としましょう。逆にも迷うことなくハサミ落とせますね。はい。ちょっと待っててね。左。あんま。ああ。こう伸びてね、食べましたよと。育ってからのターン数で間に合うやと、そういうことやったんですね。お前が躊躇してるからハサミ落とすの。だって落としたら死ぬやん。場所が違うやん、だから。あ、ごめんごめんごめん。無駄にターン数を稼ぐな。
ああ、稼ぐな。もう、下があんな状態から気にせずに落とそうねって、そういうことやね。そう。落としてもな、場所が違うから、そもそも。別の人。うん。別の人。別の人が、オーブンの子や。だからバッテリー入れな、やったよかった。もうやだよ。いた、いた、わろ。人。ちょっと、はい。休憩を。